っとぶり。今回はトータルウォースリーキングダム実況していきたいと思います。前回は、交流が治める青春を制圧、多分交流を滅亡させたところまで。なかなか厳しい一進一退を繰り広げてる状況、なんとか早々撃破を目指して邁進したいところだけど。鍵が思いのほか頑張らないし、和平したと思うと宣戦布告と厳しいんだよな。それでも、一つ一つ片付けて中華を荒らし回らないとね。じゃあ、中華を荒らし尽くす肺炎症の戦い、頑張っていこう。というわけで、南からは曹操軍が迫り。鍵は樹南あたりで停滞中。肺炎症軍の各隊は青州付近に布陣中。曹操軍に対応できないとなると。まあ、攻められてー。陥落させられるよな。曹操が南から来るのは予想外すぎるんだよねー。孫悟が長江以南で勢力拡大できてないってことかなー。どこかに本庄落とされてたし、少し停滞気味なのかもねー。で、地味に生き残ってる交流。多分滅ぼしたとか言ってたけど、どうやらまだ拠点があるみたいだね。そして、炎症がなくなった模様。年代も進んでるからなくなってもおかしくないんだよな。逃がしてもいいことがないので、交流軍を撃破していくよ。少し危険だけど。一応手動でー。撃破。全滅は無理だったけど、大損害は与えたな。あの後、交流軍は全滅させたんだけど、動くときは激しいな。守りきれるわずもないのでー。陥落。ここあたりから食糧なんて苦しみ出すんだよね。城拡張と食糧生産地喪失が重なったんだよな。で、その食糧問題を解決すべく農地を奪還したいけど、きっちり一部隊が防衛中。一応覗きに行ってみようかな。移民は無理だし操作しても厳しそうかな。一旦包囲してみてー。下の町にもう一部隊か。このまま包囲したら間違いなく攻撃されるねー。ってことは、包囲やめてー。少し離れたところで待機しよう。 The mightiest tree survives on its roots. ここで伏兵できれば面白かったんだけどねー。来るかな。来たか。まあ、この状況で戦うのは無謀すぎるから退却。一時は従属してた演術がなぜか大暴れ中。曹操軍がこちらにいるせいなのか、町を攻め落としてるんだよねー。いろいろ面白い展開になってるよな。農地防衛部隊は動かないけど、別な部隊が移動開始したのでー。襲撃。戦況は悪いけど、この程度問題なし。問題なく撃破。私が操作すればこんなもんさ。本体で負けてたら世話ないからな。捕らえた武将はあの世に行ってもらってー。Grant them dignity in death. We should not cultivate peace. Justice cannot be denied. これでまずは一部隊。ここで演術から和平交渉。へえ、演術は有料と同盟結んでたのか。私としては演術も有料もどうでもいいし。鍵が和平を受諾してるようだから和平しちゃおうかな。曹操を攻めてる者同士、仲良くした方がいいかもな。今のうちだけねー。じゃあ、和平でー。Talks are done. 友軍が南下してきて、農地奪還の準備が整ったよ。まずは肺炎症隊を接近させてー。多
軍第4部隊に農地を攻撃させて、2部隊合同で町攻めを開始。さて、苦手な町攻めか。入り口は何個あるのかな。まず1つ、2つ、3つ、4つ、か。この狭い中に3000ほどがこもってると思うと嫌になるねー。まず、第4部隊は増援で来る肺炎症隊と正反対の入り口に布陣させてー。騎馬をおとりとして布陣させてー。あれ、残りの騎馬が。行方不明。あ、こんな後ろにいたよ。見つけた騎兵をまたおとりにしてー。あとは少し布陣を整えてー。戦闘開始。思ってた以上に詰まってるなー。弱音を吐いても仕方ないので攻めるしかないねー。弓兵になんとか道を切り開いてもらうべく前進させてー。残りの歩兵も突撃だー。確実に渋滞するし、弓の餌食になるかもだけど、肺炎症隊が到着してきてるし、強撃すればなんとかなるんじゃない。そうであってほしいねー。まずは第4部隊が北側と思われる入り口に突撃開始。なんとか前線してほしいねー。弓兵の攻撃で1部隊目はなんとかなりそうな感じ。おお、やっと弓兵、1部隊目撃破。問題はここからだねー。2部隊目撃破、順調だけど団子になりつつあるなー。入り口制圧できればかなり有利になるはずなんだけどねー。なんか、槍部隊が硬そうな感じだ。こうなると、肺炎症隊に期待せざるを得ないねー。肺炎症隊側は守りが手薄だから一気に行ければ可能性あるよなー。こっちは、入り口固めた槍部隊に抑え込まれてる。弓兵が攻撃してるんだけど、全然減らないんだよね。後ろからは弓隊が攻撃してきてるし。あれ、こっちは入り口防衛諦めた。どういう作戦かわからないけど、とにかく突撃して入り口を抑えちゃおう。武将たちが突入して、南側は入り口を確保。少し引いた感じだけど、抜くにしても難しそうな地形だな。弓兵の矢がある間は遠距離で削る感じかな。問題は北側。結構時間経ってるのに未だに突破ならず。南側では順調に弓兵が撃破中。もしかして、弓兵の存在度外視で北側もこの戦い方が良かったんじゃない。この粘ってる槍隊が倒せたかわからないけど、この団子状態よりはマシな戦い方があったかもねー。その後ろでエンジン組んでるのは、騎馬の突撃対策の陣をきちんと取ってくるんだよねー。霊夢が使ったことないから見たことなかったなー。こんな状態で戦う場面がなかなかないからねー。南側も歩兵が突撃し乱戦兵。弓兵の矢もまだまだあるからどんどん撃ってもらわなきゃな。撃破はできてないけど、ようやく北側を突破し中へ突入することに成功。ただ、弓隊の攻撃が激しくなったような。内部にはまだまだ部隊がいっぱいいるからねー。南側が防衛線を突破しそう。もう少しって感じだねー。北側はあのエンジン組んでた槍部隊に足止めされてるなー。こっちももう少しってところなんだけどねー。さあ、武将たちの突入。
こっちも防衛線を突破し内部への侵入を試みるよ。裏を取れれば勝ちが見えてきそう。遊んでる部隊いるし、きちんと突入させて仕事してもらおう。突破しろ。捕まっちゃったかな。おお、牙が抜けてきた。こっちは武将まで出てきたのか。こっちの武将突撃を止められちゃってるね。こっちもとにかく突破して中央を目指してもらおう。よし、肺炎症隊が内部への侵入に成功。このまま嵐まくれるか。歩兵には逆側から攻めてもらおう。今のところ迎撃態勢は整ってないかな。やりたいが接近してるから気をつけなきゃないかもね。おお、やっぱ騎馬突撃は気持ちいいな。ちまちま戦うのは将に合わないからね。ただ、きちんとやりたいを迎撃させてきたな。騎馬で槍に突撃するのは馬鹿のすることだからね。え、それを霊夢が言うの？あ、またエンジン組んでる。ああ、騎馬突撃したい衝動に。確実に騎馬は全滅すると思うけどな。やりたいから逃げつつ、肺炎症たちは北側へ。北側も突破してきてる。合流してなんとかしたいけど、まずはやりたいを抑えないとどうしようもないね。ちまちまやるのに疲れてきたので、一気に本陣を攻めることに。やりたいがいるけど気にせず突っ込めー。ここで東から攻めてる歩兵の援護をしつつ、本陣を確保していこう。でも、騎馬が敵部隊に引っかかってるけど。気にせず突っ込めばなんとかなるよ。散発的な突撃じゃなんともなってないような。北側の部隊もいい加減突破してきてほしいねー。敵部隊が本陣へ集まってきたので一時離脱。何気にいつもはすぐ崩れる騎馬隊が硬いんだよな。効果的に槍隊をぶつけられてないのかもねー。ここでようやく北側を突破した第四部隊と合流。となればやることは、再度本陣へ突撃。待ち構えてる槍隊に突撃。うわぁ、バタバタと騎馬が倒れてる。屍を越えていけー。騎馬隊は浸透突破して後ろを狙っていくよ。騎馬隊は突破できてないと。槍隊の壁は硬かった。 Our men flee the battlefield. ただ、その槍隊も敗走間近。本陣も取ったし、後ろから襲いかかってこの戦いを終わらせよう。いけいけー、突撃。どんどん敗走していくな。
これだよこれ、これが牙の戦いったやつだよ。やりたいに突撃させてた人の発言とは思えない。そして長い戦いもついになんとか勝てた。あの激戦で損害半分か。もう少し損害出てるかと思ったけど、半分程度なら許容範囲だね。で、曹操の妖襲の牧草地を攻めてい。紅葉の交易港も取り返してい。今度は近隣の牧草地を攻めてい。曹操がなくなってい。My patience has limits. Attack! 自国の本拠地を包囲して勝者に大福して応援を送り込んで、 No. Cultivate patience. というところで今回はここまで。なかなか伝えづらいけどハードな展開だったね。伝えれてなきゃ意味ないけどな。私的に初ハードだけど、休む暇がない状況にあやつかれ気味だよ。だけど、もう少しで義国の本拠地を落とせるところまで来たな。そうだね、周りの変化もあるけど、やっとというところだね。じゃあ、中華を荒らし尽くさんとする敗現象、次回が最後の戦いになるわずですのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。